女と蛇の記憶。皆さんは一番古い記憶は何歳頃のものだろうか私の一番古い記憶は、メイちゃんという名前の猫を飼っていたというものだ。白い綺麗な猫で鳴き声がちょっと変わってる。 よく私のお腹の上で丸くなって眠っていて、私は身動きがしづらかったけれど、暖かくて心地の良い記憶。母曰く、めいちゃんは私が2歳になる頃に親戚に引き取られていったのだという。ということは、私の記憶はおそらく1、2歳頃からあるということになる。平均では4歳頃から記憶が形成されるというから、 私はかなり早い時期からの記憶を保持している可能性がある。私が思い出す怖かった経験も記憶にまつわるものがとりわけ多いような気もする。そんな記憶の話を母としていてとあることを思い出した。昔おばあちゃんちって赤い屋根の家だったじゃん。その家で変なものを見たんだよね。と母に話すと、 母は少し不思議そうな顔をしたものの、うーん、それでと聞いてきた。記憶は、おばあちゃんちの庭で縄跳びをして遊んでいたところから始まる。夕暮れ時、私はなぜか一人で遊んでいた。縄跳びに飽きた私は、家の中でお絵描きしようと思い立つ。 勝手口のドアには特徴的な模様がついていて、そのドアを開けて中に入ると、すぐ目の前にキッチンがあり、その奥、左側に2階に上がる階段がある。そのさらに奥には、ちょっと広めの和室があった。私は一目散にその部屋に向かう。壁には猫の魔除けが飾られていて、右奥には三面鏡のドレッサー。 布団が二組きれいに畳んでおいてある。多分祖父母の寝室だったんだと思う。その日は窓から夕日が強く差し込んでいて、部屋一面が赤く染まっていた。外からは日暮らしの鳴き声が聞こえていたが、家の中は嫌に静かだった。私はちょっと怖いなと思いつつも、その部屋で寝転がってお絵かきを始めた。 静かなのが怖くて、鼻歌をちょっと大きめの音量で歌いながら、赤い屋根のおばあちゃん家を書いている。しばらくすると、どこからか女性のかぼそい声で、私の名前を呼ぶ声が聞こえた。あきちゃん。どこから聞こえたのかとあたりを見回したが、誰の姿も見当たらない。そもそも、 その欲揚のない機械のような声は、私の知っている誰の声でもなかった。アキちゃん。再度聞こえて、それがどうやら上からする声だと気づいた。見上げて、少し驚く。天井の板が二十センチほどずれていて、そこから黒い艶やかな長髪がだらりと伸びていた。 なんだろう誰かな幼かった私は、怖いというよりも、ぼんやりと不思議だな、と感じていたように思う。キちゃん、おいで。三度呼ばれて、私はついに返事をしてしまった。お姉さん誰しばらくの沈黙があり、 またも、あきちゃん、おいで、と繰り返してきた。見ていると、少しずつ髪の毛の見える部分が増えているようだった。降りてきている。そう気がついて、ようやく怖くなった私は、行かないよ、と叫んだ。おいで、おいで。 女の声は、おいで、と繰り返している。私は怖くてその場を動けず、行かない、行かない、と泣き叫ぶしかできない。アキちゃん、おいで。髪の毛が畳につくほど垂れ下がったのを確認した私は、体を丸めて耳を塞ぎ、目を固くつむった。 耳を塞いでいるにもかかわらず、ドサッという何かが地面に落ちた音が床を伝う振動と同時に聞こえた。そこで私の記憶はなくなった。もしかしたら夢だったのかもって思うくらいもやっとした記憶なんだけどね。話し終えてずっと黙ったままだった母を見ると、母は 口元を押さえて目を丸くしている。その家の話、秋にしたことあった。どういうことと聞くと、その赤い屋根の家というのは、母が幼い頃住んでいて、中学に上がる頃には諸事情から売りに出した家なのだという。もちろん、私が生まれるずっと前だ。そういえば、 母は続ける。私が幼い頃、三、四歳くらいとは言っていたが、正確には覚えてないらしい。当時の祖父母宅がマンションだったにもかかわらず、しきりに赤い屋根の家を描いていて、おばあちゃんち、と言っていたのを不思議に思ったことがあった、とのこと。子供の想像力はたくましいな、と、微笑ましく思っていたそうなのだが、 現在話を聞いて、間取りから始まり、祖父母の寝室の魔よけや三面鏡やらが、赤い屋根の家、当時と全く同じで、ひどく驚いたのだ、と。さらに母は、その記憶に近いことが、実際私の子供の頃に起こってる、と言う。私の時は、大きな蛇が天井の隙間から垂れ下がった状態で、 鎌首をもたげてこっちを見ていてね。怖くておじいちゃんを呼びに行ったんだよ。ダイニングで新聞を読んでいた父親、私にとっての祖父を連れて戻ってきたが、その時には天井の隙間は塞がれていたらしい。まるで何事もなかったかのように。こんな話秋にしたことなかったと思ったんだけど。と、母はとても困惑していた。 私も初耳だと感じたので、おそらくは聞いたことがないのだと思う。でも、だとしたら、なぜ私が知りもしない旧祖父母宅の記憶を持っていたのか。なぜ幼い頃の母と似た記憶を持っているのか。そして、あの女は一体何だったのか。母の見た蛇と何らかの関係があるものなのだろうか。 まだ答えは出ていない。